あんまり相対角っていうのはしない方がいいですよ的な話は僕今まで結構してきたと思うんですよ。意味ないよねとか無駄だよねとかってやってきたけど、まあよくよく考えてみると、これ相対角ってその概念取っ払うの無理やよなってちょっとこの間思ってて、なるこんほど。なこと言ったって周りにいろいろあるんだもんみたいな感じやから、これじゃあ異様に使ったらいいよねって思ったりしたから、ちょっとなるほど。それで一回テーマにしようと思ったんですね。了そう解そうです。そう。伺だからわれ逆に言ったら、本当、その独自性とか、逆に相対角を使ってね、そます。の、オンリーワン的なもんも、ある意味、この逆に使えるんじゃないかなとか思ったりしたんで、ちょっと話しただけなんですよ。OK です。OK です。ええかもな、これ縄文で人。縄文時代に会いました。今日は縄文愛ちゃんで行ってみます、じ縄ゃ文あ。愛ちゃんと言ってます。よろしくお願いします。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひシェアとかしていただけると嬉しいです。でも聞いていた縄だい文てる愛。方がね、いていただいててすごく光栄でございます。本当にああやってね。ファンがいるって嬉しいですね。やっぱりね。あたこと言ってもね。すごいな、これ、本当世界の。でもびっくりすんな、こんなことが起こりんだぐらいのことが。いろんな早く素早く動いてますよね、時代の流れがね。いやー、これね、生きてる間にドルが紙くずなんの、本当に見れんねやっていうのが目の前まで感じねえ、ない。なんかすごいですよね、ドルやばいっていうふうに言うってやってて、そうなんだと思って。すごい。すごい、やっぱりその読みど、やっぱりその通りに、そのドルがその円高してるっていういや、大円は見せかけは安定してるっていうことですよ。だから、日本円、大円に対して、対ユーロに対しても安定してますよ。だから、要は仲間内ですよ。仲間内っていうわけじゃないけど、そのなんていうかな、偽物のアメリカの方ですよ。要は国際金融資本の方のアメリカのドルを守ってるっていう構図ですよ、日本が。日本円がね、今ね。だからもう最後の最後まで来ましたね。だからもう本当、ブリックスなんかもうすごい動きですからね、今、完全に脱ドルに入ったんでね、この2ヶ月は顕著ですよ、ものすごいですよ、やっぱ。だから貿易通貨、以前にもお話した通り、その今の通貨システムっていうのは、基本的には国際貿易通貨ですからね、概念がね。で、この貿易通貨がその要はドルですよな、ドルの支配体制っていうのは原油に関しても交易だわな、これをドルを返さないと貿易できませんっていうのが、もうそれ、世界離れていったわけですよね、完全に。もうそれが顕著になってきましたよ。で、それとともに、やっぱり、まあ、一応は今回は、ゴールドリンクです、やっぱり金本位制、これも世界中になってきましたね、完全にね。そんな感じですよ。いや、まあ、ちょっと見事やなっていう感じですね。その通りに動いてるから、やっぱりそうなんだなっていう、どこも見てて。結局、金融とかはもう仕組みというか、もう根本的にすごいシンプルにないものを動かしてる部分だから、もう本当に負担が激しいんだなっていうのは、すごく見てて思いますよね。もう簡単にそんな話、ないものをあるように見せかけて動かしてるみたいなやつですよ。動かしてるから、結局それは破綻するよねっていうのはもうその通りですよね。本当にそシれンはプだル。から、要はもともと紙くずをあるように見せてただけみたいなこと。これすごいよな、これ本当に見れ。人間を抑え込むためにもやってたからなと思いますよね、お金ってね。やっぱりね、お金あることによって人間の行動原理が抑え込まれるから、それだよね。それでほぼほぼの国々がもうブリックスっていうか、まあ、東側にっていうか、ドル支配から出ていったってことなんでね。で、まあ、これ、金融でいくと、その今の9ドルですよね、もうこれ、完全に沈んでいく、紙切れになるドルを守ってるのは、今のところ、まあ、スイスもまあ、一応頑張って守ってるけど、もうスイスもちょっともういよいよガタガタになってきてるんでね、もうお金ありなまるほど。せん、状態なんです。だから、ベルギーか、ベルギーとやっぱ最後、日本か。が最後の最後までドルにしがみついてるっていうか、ドルを守らされてるっていう形になってきたよな。だから、これね、まあ、イタリアとかフランスまでちょっと今、外出ていってるっていうか、EU がね、なんか割れてるんですよ、ものすごく。なるほど。だから、
まあ、NATO はね、事実上解体になってるんですよ。はい、あのロシアの音速ミサイルか。はい、あれで高音速ミサイルで吹っ飛ばされてるんで、もう NATO は事実上解体になってるのは、それはそれでまあ予定通りってなんやけど、EU がちょっといよいよこれもう EU も解体になるんちゃうかなっていう。っていうことはもうユーロ、うん、もう信頼っていうか、もうそのし、なんていう、ユーロいらんよねっていう世界になってると。あ、これ。だから、北の方ですよ。そのノルウェーとか、なんちゃらかんちゃらって言われて、あの辺はまあ、いまだにウクライナの支援続けるとかね、固く頑固なことやってると国々が、やっぱり、我々から見たら、福祉国家でしたね、みたいな。実際は蓋を開けると、もうそもそも国際金融市場の傀儡政権みたいな、言ってたみたいなこともだったりね。だから、これ。EU も割れるかっちゃうかな、見事に今回。なるほど。もうそういう長い形になってきたな。まあ、この4月、そのあっちゃこっちゃで日本は知事選とかね、はい、地方選挙いろいろあるわな。世論っていうか、そのまあ日本のメディアのことなんで、はい、全くその当てにはしてないんですけど、その世論的なものを見てると、はい、いや、なんか別に今までと変わんないんじゃないのみたいな、はい、雰囲気なんで、これ。はい、要は分かりやすく言うと、もうその今までの、なんていうんかな、流れっていうか、そういうものがこう、新しい流れに変わっていきそうなんかなとも思ったんやけど、意外とまだ今までのまんまね、みたいな感じなんで、見てると。なるほど。岸田政権でさ、支持率若干上がってるみたいなこともあったりね。まあメディアのこと当てにしてないけど、見てるとこれ最後の最後まで日本はアメリカの道連れみたいな。になるんかなっていう。なるほど。これどういうことかっていうと、その民意ですよね。まだ気づいてない人がやっぱかなりおんのかなっていうの。でもここまで来て気づかんかったらもうどうしようもないよねっていうのは。なるほど。まあまあ、それは今ちょっと、この2、3日感じることみたいな話ね。はい。いやー、これどう思うんですか、それ。なんていうかな、周り見渡したっていうか、その、はい、ちゃん。見てどんな感じですか。まだやっぱ気づいてない人たちって結構おるんだろう。いや、気づいてないと思いますよ。あの、要は分かれてると思います、僕の感覚だと。例えば経営者でもお金とか、まあお金もそうですし、その未来永劫とかを見ついてる方はもう気づいてる方は確かに上層はいますけど、まあ例えばまあ言葉では悪いですけど、そこまで中より下の人たちに対しては今を生きるとか、その目の前のこととかを見てるだけなんで、あんまり全体とは見てないなっていうのが僕の肌感ではありますね。いや、民でも肌感覚で分かるぐらいすごいよ今。その肌感だから、要はなんだろう、やっぱり人間ってアンテナ張ってないと分かんないじゃないですか。要はまっちゃんだってそのアンテナを張ってるから情報が来るわけであって、僕自身も思うんですけど、やっぱりアンテナ張ってないと情報は来ないので、まあ、来ないやつは来ないなっていうのはすごく感じます。やっぱり話してても感じますし、ああなんだ、的外れというか、勉強もしてないなっていう人は分かりますし、まあでもね、本当も、はい、最初の何や、取っかかりのところ、ちょっと余談を置いといて、まあな、これ、はい、何が起こって、何がどうなって、何がどうなっていこうとしてんのかっていうのを理解できてないと、その次どうするかっていうのが、次の一手はできないですからね、確かに。うんうん、将棋でいう、次の一手、ポンって将棋として押せないから、それは良くないなって思いますけど、ね。どこへ向かっていこうかが分からんことになってしまうよね。そうですね。うん、はい。まあ、ええわ。じゃあ、始めましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、今日は、まっちゃんが昨日メッセージをいただいてて、簡単に言うと比較をしない生き方っていう形で思っていますと。うん、で、そのテーマで話したいと思います。うん、まずは僕自身も、やっぱ経営者でもあり、一人の、なんだろう、人間として、やっぱり思うことを、まあ、シェアをさせていただくと、やっぱり比較は、しようとは思ってないけど、ついついして落ち込んだりとか、まあ、比較をして、じゃあこの人に対してその上の方に行くためには、その人みたいになるためにはどうすればいいかっていうのは、すごく必死に、まあ、動いてしまうっていう傾向はありますと。で、ただ、まあ、最近まっちゃんと話してると気づくのは、まあ、それなら正直どうでもいいと、正直ね。こんな比較したって、単純にみんなそれぞれの能力があるわけだから、そんなの気にしないで、まずは強みというか、そのそれぞれに強みがあるみたい、強みと弱みがあるように、自分が足りないものはそいつが強み持ってるので、一緒に
楽しく相性が良ければチーム組んでビジネスをすればいいんだろうなっていうような、まあ、あと友達になって遊べばいいんだろうなっていうような感覚にはなってるんですけど、まあ一方で普通のその感覚がない人は、まあ、比較ばっかりしてそれに追われて疲弊しちゃってプレッシャーしてどんどん落ち込んでるなっていうふうに感じてますと。でその中で、まあ、まっちゃん自身はその今回テーマを挙げたってことはなんか意味があってテーマを挙げたと思うんですけど、まあ、どういった感じなんですか。なんであのテーマだったんですか。びっくりしたって急に俺の急に LINE 聞いたと思ってテーマこれ、まあ、もう俺から初めてやもんな、はい、俺からこれでいきましょうかみたいな。びっくりしました今回そう出しいきなり出してきてぼやっと僕もねぼやとかいろいろ調べながら何のテーマがいいかなって言ったら、いや、アイちゃんテーマ出すの大変かなと思って、たまには出してあげようかなみたいな。ありがとうございます。嬉しいです。はい。で、まあ、その相対比較をしない生き方とか、はいはい、相対比較的な話ですよね。で、ね、まあ、これは、まあ、何でも物事そうなんですけども、やっぱりプラスの面とマイナスの面と、やっぱり両方ある。要は陰と陽っていうのが両方あるわけですよね。ありますね。この相対比較っていうのもいい意味で捉えることもできるし、悪い意味で捉えることもできる。はい。で、どっちでじゃあその捉えるかっていうのも自分次第っていうことになってくるわけですよね。うん、そうですね。だから、だからそうですね、逆に、うん、悪い方の意味っていうかな、相対比較しないでおきましょうっていうのは、悪い方の意味で捉えていくと、あ、ネガティブかな、ネガティブ的な方で捉えていくと、はい、その羨ましがる心とか、まあ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 そうですね。あと、うん、妬む、ね、妬みですよね。妬みですよね。そうですよね。うん、これ相対比較の中のネガティブワードですよね。うん、そうそう、それはすごく感じますね。うんうん、はい。でこの罠にはまっちゃうと自分が苦しむばっかりの相対比較になる。そうそうそう、結局そうなっちゃいますね。うん、例えばあの人は、うん、あんなに綺麗で美人なのに私はなんでこんなブサイクなのかとか、はいはいはい、あの人はあんなに背が高くてスラッとしてるのに私はなんでこんなチビなのかとか、うんうんうん、あるよね。あります。相対比較ってこれどういうことかというと、美人とブサイクっていう話 したでしょ今ね。はいはい。ブサイクな人がおらんかったら美人な人も成り立たないんですよ。そうね、そうですね、うん、そうでしょ。で、ちっちゃい人がおらんかったら背の高い人も成り立たんのですよ。これ相対比較なの、うん、何をもって美人か、うん、何をもって背の高いかなんですよね。はい、そうですね、そうですね。例えば無人島に、うん、自分だけ美人な人が一人住んでますと、はい、でこれがあるともう美人もブサイクも成り立たないっていうのが分かるよなこれ。そうですね、はい、うん、そもそも、うん、比較するものがないんでみたいな話ですよね、はい、うん、OK ですか。で、なんでね、こういうのってどちらかというとその比較するっていう、うん、ネガティブの方にこう引っ張られるっていうのはやっぱ嫉妬とかね、さっき言ったような、はい、その妬みとかそういうような感情が出てくるわけよな、はい、うん、でこういうのって生きていく上でやっぱりそういう感情って意味がないしもったいないし、はい、時間の無駄ですねみたいな的な話なんですよね、うん、一回損してね、はい、うん、でこういうそのネガティブな方へは引き寄せられないっていうかな、相対比較した時、はい、そういうのをどうしても持ってないかんねんけども、はい、やっぱりその昔からそうなんですけど、メディアとかテレビ系みたいなやつってなんかこうトレンディードラマでなんか高級マンション住んでますみたいなやつとか、なんか結構煽るわけよ、ああいうのでそういう、あと芸能人かそのなんていうか芸能人なんかをこうわーってやって、うわあんな風になりたいみたいなやつとかなんかそうなんていうんかな、感情ね、勝手にあれがこう、はい、うん、あれがもう華やかなもんだとか美しいもんだみたいな思い込んでしまう私がいますみたいな感じにされてるわけよ。思い込み多いでしょうね、はい、うん、であとはまあそのトレンディードラマみたいな、ああいうなんていうかな、生活的なあんな感じでやってみたいみたいなやつとか、はい、あれも結局市場原理っていうか、はいはい、そのマーケットっていうかな、そういうのに煽られてるわけですよ。そうですね、うん、で、まあ、でああいうものにこう侵されないで、あんなもんほっといて、あんなもんにこう乗せられないで、やっぱりどうしても相対比較っていうのは我々するんだけども、はい、相対比較しない生き方っていうのはそもそもできないんですよ。やっぱ周りにあるもんや、あるから、うん、見えちゃいますからね。小さいのもあるし、丸いものも三角のものもあったりするんで、うん、これもうどうしようもない感情なんですよ。うんうん、感情というやなんていうかな、念っていうか業っていうかな、やっぱ我々人間持ってるわけで、はいはい、ただ、ね、ネガティブな方に引っ張っていきましょうっていうことですよね、うんうん、で今度はじゃあ逆にそのネガティブの逆なんだ、あいちゃん。
プラス、プラスっていうのはポジティブですよね。ポジ、あ、ポ、そうそう、ポジティブって忘れてちゃう、ね。ポジティブ思考とかね、プラス思考でいこうっていうのはよくやりますね、うん、あります。この相対比較的なものをポジティブ思考の方で使っていきましょう的な話なんですね。はい。で、このポジティブの方になってくるとどうなるかっていうと、その自分らしさみたいなやつとか、そうです、そうですよね。うん、独自性っていう、独自性、個性的、個性的、あと感受性豊かとか、あと再生、まあ、的と天才性とかも言う人もいますね、中にはね。いっぱいあるでしょ、相対比較の中で。ああ、ありますね、うん。で、相対比較ってしない方がいいですよ的な話って結構言われることってあるじゃないですか。そんなありますね、どこでもありますね、はい。あの人と私はそもそも違うんで、みんなが違うのにそんなもん比較しない方がいいですよの方が幸せになりますよ的な話ってあるじゃないですか。メンタル的にありますね。でも、相対比較でも今言ったようにポジティブの方に思考を変えれば、はいはい、いい方に向かうわけだな、これ。はいはい、うんうん、でね、これね、あの相対比較的な話でね、ポジティブ的な方に思考を振るとね、どうなるかっていうと、はい、面白いのがね、自分自身もそうですし、商売的なもんもそうですし、はい、で会社作りやった会社的なもんもそうですし、はい、国なんかでも、はい、やっぱりそういうポジティブ的な方向へ相対比較したものを思考的に振っていくと、はい、独自性っていうかな、はい、うん、本当のなんていうかな、独立性っていうか、新しいアイディアっていうか、はい、要は、この相対比較することによって、私たちはよそと同じことしませんと、はい、あるいは私は他の人と同じことをしませんと、はい、全く違う方向でいきますっていう感じになってくるんですね、これ。そうですね、はい、うん、でこれがやっぱり一番なんていうのかな、生きていく中っていうか、人生歩んでいく中っていうか、並行して仕事的なもんしていく中においても、一番大事なところになっていくの違うんかなと思うんですよね。そう思いますね、僕も。はい。うん。で、さっき言ったようにね、相対比較することによって、はい、その、独自性をますます上げていくみたいな。要は、相対するものですよね。同じことをしませんよっていう概念を持ってればいいんですよ。ああ、なるほどね。はいはいはい。皆さんがそうするんだったら私こっち行きますよみたいな話ですね。ああ、なるほどね。ああ、言ってることは目には見えないというか、日常世界において比較はやっぱり勝手にしちゃいますと。まあ、それはあるものはあるんだからしょうがないよねって話だよね。うん、触れるものは触れるからしょうがないよねって。でただ、それそうならないですよっていうような風な思った方がいいよってことなんですね。相対比較をどう扱うかは私たちなんですよ。うん、で確かにね。先にネガティブな方を触れたらそうなるし、でポジティブな方を触れたらそうなるし、うん、そういうことだよね。ですかね。うん、でね、この相対比較の時にもう一つあってね。はい、なんですか？同じ、皆さんと同じように引っ張られていきますよっていう概念的なものもあるんですよ。感情っていうか。ああ、まあ、それはそうですよね。うん、結局そうですよね。はいはい。うん、だから、周りを 見渡して、外界を見渡して、比較、相対比較して、私も同じ方へ行きましょう、うん。一緒のようなことをしておきましょう。その方が安全牌ですね、みたいな。こういうのも一つあるんですよ。ありますね。はい。これはネガティブかポジティブかなんかわからんねんけど、なんていうかな、同調っていうんかな。同調、同期、なんだろう、集団思考ですよね。集団的思考みたいな、集団的拡張、うん、思考の拡張、うん、違うな。同調やな。まあ、同調かな。同調が一番、まあ、当たり障りないよねっていう、ね。そうですね。はい。でね、これも危険なんですよ、やっぱ。ああ、危険なんですか。なるほど。だって個性消えるわけですからね、これ、本当に。うん、ああ、そうだね。結局、それぞれ、やっぱりさっきもちょっと言いましたけど、それでも持ってる天性っていうのがあるじゃないですか、持っている能力というか。まあ、それは、失えちゃいますよね。比較して、集団と一緒は回り右になっちゃいますからね、みんなね。うんうんうん。まあまあ、それもそうなんですけど、この、要は、相対比較して、そっちの方が安全っぽいし、当たり障りないから、一応同じような感じで同調しておきましょうっていう方向行っちゃうと、世の中のルールとか、世の中の風潮とか、時代時代のフェアリスタリーみたいな方に翻弄されてる状況になるんですよ、ずっと。ああ、確かに翻弄されてる状態になりますね。はい。うん、永遠とね。はい、はい。これ、
これどういうことかって言ったら、振り回されてる状況ってことですよ、端的に。確かに、世の中だから他人に振り回されてる状態だから、自分が決めたことじゃないですわな、確かに。うん、だから世の中があっちがええとこっち行くし、世の中がこっちがええとこっち行くし。確かに他人に振り回されてますわな、はい。そういうことでしょ、うん、で、これ、もうやっぱりね、うん、どこまで行ってもそのキリがないっていうか、幸福にも なれない、いや、本人は多分気づいてないと思うんですよ、まあ、この程度でいいから幸せですみたいな感じなんやろうけど、そうね、本当の幸福っていうのは来ないんですよ。うんうん、で、これ、なぜかっていうとね、他力本願的なんですよね。だから、他力本願的なその力によって、自分の感情が生まれてる状態なんで。はい、そのまずいこととか間違ったこととか、あとあるいはそのまずいこと間違ったこと、あるいはうまくいかなかったこと、はい、みたいなものが出てくると、これ人のせいにするってことになってくるんですよ今度。あ、でも、まあ、人の、まあ、環境のせいにしてる感じかな。そうそう、社会のせい、うん、なんかそう、なんか、ね、あのね、すごく感じるのは、その人のせいというよりかは、その周りの環境、自分に置かれた環境に対して言い訳をする人はすごく多いなっていうのは第一印象で 僕の周りは感じてますね。そうでしょ、わかるでしょ、なんか。わかる、それはわかる。結局自分自身の問題なんだけどねって思っちゃうんですけどね。はい、うん、だから、要は相対比較のところで、はい、そのポジティブな方向への思考で捉えてる人って、はい、その他力本願的じゃないんで。確かに。社会のせいとか国のせいとか周りのせいにはしないんですよ、そもそも。そうですね、うん、しないしない、うん、そうでしょ、結局自分ですからね、はい、うん、だからこれ別に自分を持ってるとか自分を持ってないとかそういう話ではなくて、そうですね、全くその通りだと思いますね、はい、そうだから何事もそうなんですけど、何事相対的な話、はい、ここでまあ一回終わろうかな、もうあんまり言うことなくなって、要は捉えた時に都合のいいように考えるってことですよね。あ、結局、なんだろう、自分勝手でいいってことですよね。要は、それは、なんだろう、まあ、また違った観点かもしれないですけど、僕の観点から見ると、みんな、相手に合わせちゃうから、相手の方に行っちゃうんだと思ってるんですよ。結局ね。うん、じゃあ、うん、そしたら、もう自分勝手に、もう自分がやりたいことだったり、自分が思うことで、やればいいじゃんって思っちゃいますけどね。本当に、うん、比較もそうですよ。結局自分がいいように解釈すればいいじゃんと思っちゃうし、結局それを悪い方に解釈しちゃってるからダメであって、うん、いい方に解釈しちゃえばこっちのもんなんだろうなってふうにすごく思いますね。うん、なるほどな、うん、あとね、相対比較、はい、これね、まだあんのよ、目に見えないもの。あー、そこはちょっと分かんないな。僕はどういうことですか、目に見えないことっていうのは。 目に見えないものの相対比較っていうのもあったりするわけな、はい、これ、それをちょっと詳しく説明していただいていいですか。本人の僕には僕分かってないんですよ。今ちょっと思いついたから言っただけで。何やそれ。何やそれ、もう、まっちゃん。で、例えばね、めっちゃ分かりやすく言うと、目に見えないものの相対比較はね。何未来。ああ、まあ確かに未来もそうだし、まあでも目に見えないっていうか、もう記憶に忘れてるとか、記憶しか残ってないけど、過去とかもそうじゃないですか。過去も見えないじゃないですか、うん、僕らだって記憶しか残ってないわけですよね、うんうんうん、でも現実に記憶に残ってない過去の比較だから、例えば、まっちゃんと僕の例えば比較をするときに過去の生き方って違うじゃないですか、そこで裕福な生き方とそうじゃない生き方だと、やっぱりだからこの今がこうなんだよねっていうふうにはなりますよね、うん、うん、とは思いますよ。その目に見えないというか、その目の前にじゃないんだけど、イメージで勝手に比較しちゃう、うん、まあ、記憶の中で比較しちゃう、うん、まあ今日はちょっと分かりやすくするために未来っぽい話の方が分かりやすいと思うこれ世界の未来とか国の未来とか社会の未来とかいうのになると、ちょっとまたぼやっとするから、自分自身個人の未来っていうふうに捉えるとね、はいはい、うん、例えば5年後の自分の未来を相対比較して、はい、相対のその対は愛と対はどこなんだみたいな話になってくるんだけど、うん、今ですね、うん、だから今の、まあ、今の自分ですよね、うん、と5年後の自分の相対比較、ね、うん、そうですね、うん、何となく分かりますね、分かりますね、それは分かりやすいですね、はい、うん、でこれをやるときにね、はい、そのさっきのやっぱりネガティブとポジティブ系って出てきたりするわけやな。あー、 100% 出ますね100% 出ますね、はい、分かる、分かります、それはすごくね、経験も何度もあります、出ますね、はい、これもね、なんていうか、世の中的にはこれなんていうんかな、
どういう表現するのかな、世の中的に表現しないければ、ただ、妄想を皆さんやっぱりするじゃないですか、結局なところ。結局ね、何がやるにも、これにも、なんかマイナスのも妄想がいいようにと来る場合もあるんですけど、悪い場合に来ることも大半以上あって、違う。だから、思考があるのかな。違う。妄想とか、うん、例えばね、妄想とか、はい、あと未来への希望とか、希望ですか、未来への夢とか、はいはい、そういう話じゃ全然違うんですよ。なぜか言いますよ、相対比較やから。相対比較、だから希望でもなければ何でもないですよ。現実、事実的な相対比較ですよ。だから、あ、そっか。ということはもっと分かりやすく言うと、5年後の自分、未来の自分と今の自分を相対比較してポジティブな感覚を持ってるっていうことは、こういうふう、その5年後の未来の人をもう描いてるわけでしょ、その時点で。ああ、そうですね。まあ同一と見なしてるからね。そうだね、うん、例えば今の僕がブサイクで、5年後の未来の僕はハンサムだってなってたとしようや。はいはい。だハンサムなんですよ、多分5年後の自分は。なるほどね。なんとなく分かる。まあね、ね、まあ確かにそうですね。はい、はい。はい、まあ、今のは、ハンサムとかブサイクって容姿で言ったから、ちょっとそんなわけないやろ、みんな思ったやろけど、心の中ですよね。自分のその意識っていうか、心の中がどんな感じになってるかっていうのは、5年後っていうのは、相対比較して決め、ある意味決めてしまってるっていう感じですよ。だから。そうですね。それは全くその通りだと思います。はい。うん。だから、ある意味もう自分に、相対比較した時点でもうすり込んじゃってるみたいなことになるわけよな。そうですね。はい。で、これってまたいいよね、こういうのもみたいなあったり。そうですね。はい。あるいは逆もあったり、未来の自分に対してネガティブ系とかになっちゃったりする。うん、で、これ未来の自分に、ね、相対比較してネガティブ系になるっていうのは、その5年とかじゃないよな、人間の場合って。なるほどね。うん、もう明日とか、はい、明後日とか。はい。明日なんかこう、なんかのテストがあるとか、試験があるとか、はい、うん、あるいはこうチャレンジするときみたいなやつ、明日なんですけど、明日の未来の自分を相対比較して、大変だと思ってたら大変なことになるし、はい、みたいなこととか。まあ、要は相対比較して、まあ、いいような風に考えれば、結局それが結局、自動的にそうなるから、その未来に勝手になるからいいよねって話ですよね。そう、うん、そういうことですよね。うん、あと何やるかな、見えないもの。宇宙人？宇宙人ですか。宇宙人ですか。この人何言ってんのみたいな。そうそう。愛ちゃん、宇宙人って、はい。何と思う？何です、うん、何とかおっしゃいますか。よく映画とか見るので、映画の宇宙人って、まあ、細長い頃、僕は宇宙人ですよ、みたいな格好してる、本当に宇宙人っぽい、なんか銀色の被ってるような感じが宇宙人って思いつつ、僕の中の宇宙人は、光とか、目に見えない物体じゃないのかもしれないよなっていうのはありますね。なんか、火星にタコみたいなやつが住んでますとか。いや、タコじゃなくて、そういうものじゃないです。エイリアンでもないです。僕の中は、宇宙人ってそもそも、その人間が勝手に想像してる人間の形とか、生物の形に、要は思ってるだけであって、実際宇宙人ってそうじゃなくて、エネルギーだったり、星だったりとか、そういったものに、宇宙物質の魂もそうですけど、そういうところが、もう宇宙にいっぱいばらまってるから、それが宇宙人の役割なんだろうないかなって思います。そこに一個一個、意味は持たないんですけど、その。今日この人何の話してんのみたいな感じ。って話ですけど、なんかそんな感覚です、僕の中では。なんか、そういうクリエイティブな話になっちゃいますね、僕の宇宙人っていうのは。簡単に言うとね、はい、宇宙人ってどこに住んでる人？はい、愛ちゃんどう思う？どこですか？地球、まあでも地球人も宇宙人なんだよな。そうなんだよな。結局地球人すら宇宙の人から見ると宇宙人なんですよ。だって日本に住んでるから日本人っていうのは僕らからの目線にしか見てないんだけど、実際は宇宙から見ると宇宙人だから、結局僕らも宇宙人なんですよ。わかった？はい。そういうことなんですよ。はい。結局僕らも宇宙人ですってね。そういうことなんですよ。面白いでしょ。
面白いですね。結局、いや、確かに言われてみると、自分たちの目線しか言ってないんですよね、結局ね。うん、面白いでしょ。面白い。でね、これをやっていくとね、はい、見えないものの中に宇宙がこう、はい、いっぱいあるっていうのが、なんとなくぼやーっと理解できるんですよ。まあ、確かにね。僕ら単純に、もう結局僕らなんてちっぽけな人間ですからね。うん、うん、だから、愛ちゃんの中にまた宇宙があるんですよ。なるほど。で、深いな。愛ちゃんの中に宇宙があって、はあはあ、その愛ちゃんの中の宇宙の中にまた愛ちゃんがいますみたいな。はあ、その次の愛ちゃんの中にまた宇宙があって、はい、その宇宙にはまた地球とか何々星とか、うわーっていっぱいあって、またそこにも愛ちゃんがおったりとか。はあ、なるほど。で、そこには、こっちから見る宇宙人もいれば、向こうから見る宇宙人もいたりみたいな。まあまあ、そうですね。はいはい。なんとなくわかった？なんとなくですけど、はい、申し訳ないですけど、申し訳ないですけど、なんとなくしかわかんないんですけど、ただ言いたいことは、結局それぞれみんなに宇宙があると、宇宙が広がっていく、言ってると、っていうぐらいしかわかってないんですけど、それで正しいのかな、違うだろうな。だから、ある意味ね、目に見えてないものの方が真実的なもんなんですよ。で、ある意味目に見えてるものってほぼほぼ全部幻想なんですよ。なるほどね。この人何言ってた。でもそれって結局その本当のなんだろう、本当の感なんだろう、うーんのね、言語化が難しいんですけど、なんだろうな、これね、理由を簡単に言うとね、目に見えてるものはほぼほぼ幻想なのはなんでかっていうのを言いますね。簡単に、はい、いずれなくなるもんなんですよ、全部目に見えてるもんって。ああ、なるほどね。これ いずれなくなるもんなんですよ。人間の命もそうな、物質もそう、うん、ね、全部いずれなくなるもんなんですよ、はい、でも愛ちゃんの中にある宇宙は永遠に消えない宇宙なんですよ。はい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 、うん、でこの愛ちゃんの中にある宇宙もまた平行宇宙っぽいっていうか、パラレルワールドっぽいっていうか、永遠に同じものがこう続いてるみたいな、うん、宇宙の中にまた宇宙の中にいろんな星があって、また次の宇宙の中にもまた同じ星があって、次の中にも同じ星があって、そうですね、それがどんどん書き換えられていってリニューアルしてる感じですよね、毎日ね。もう1秒単位で、なんか1秒どころかもう同時にドンみたいな。まあまあ、そうですね。あ、まあ言ってることは大きすぎるけど、それを制御したいですよ。制御じゃなくて、制御じゃないな、それを使いこなしたいっすわな、もっとな。これね、使いこなせる的にみたいな話になってしまうと、もう私たち生きてる価値ないと思うよ、もう。あ、そうですか。面白くないと思うよ、もう。あー、なるほどね。それはしょうがない。要は、だって幻想のない世界に入っていきますから、もう完全にこれ。うん、面白いですね。すごい面白いんですけど、何言ってんだこいつだっていう風になる場合もありますよね。ある意味我々って幻想を楽しんでるんでね。この、なんていうかな、幻想ゲーム。ね、確かに現物にあるものは、全部そうですけど、いずれはなくなりますと。だって死ねばなくなるわけですから、それが。うん、ただね、まあ、冗談的な話じゃないけど、UFO 的なやつってあるやん。あの未確認飛行物体みたいなやつとかあるやん。はいはい、うん、あれって全部が全部、その、今のこの世界の人間が作ったのはほぼほぼそうなんやけど、そうじゃない、ほんまもんの UFO って言ったらいいかなんて言うのか分からないけど、どれがほんまかよく分からないんだけど、本当のちょっと異次元世界のもんも、私たちの肉眼で見える時がやっぱあると思うんですよ、タイミングによっては。うん、これ何、あのバグっていうかな、さっき言ったパラレルワールド的な、平行宇宙的な、その時空のねじれ的なもんが、ちょっとバグってバーンって、残存が映るみたいな。うん、人間がどん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 賢くなってきてるじゃないですか。日に日にね、うん、その毎日毎日コンピューターも開発されて。で、そう考えると、その人間の脳の処理が多分一定の率を多分超えてエラーが発生するというふうに僕は解釈していて、まあ、それがバグとして出て、まあそういうふうに、見えるというのはすごく感じます、僕の考え。こっちのバグやみたいな話が。うん、そう。いやいや、そっちのバグでも、でもなんかそういうバグで見えるっていうのはあると思います。論理的にね。うん、なるほどな。でね、まあ仮によ、地球っていうのはあるやんか。はい。あの地球の中に
否定都市みたいなやつがあって、はい、否定人みたいな人がおったりしたとするやんか。はい、だからその人らから見たら、私たちって何人に見えると思う、はいはい、宇宙人じゃないですか。で、地底人の人は、俺たちは地球人だと思ってると思うよね。もう一回いいですか。え、うん、今日絶対再生回数伸びんわ。これ何言ってんねやろ、こいつみたいな。もう一回教えてもらっていいですか。見て、地球の、その、地球の中のその、まあ、コアとか、はい、ね、はい、なんかいろんなもんがあったりするんだけど、その要は地球の中心部ですよ。丸の中の中心、真ん中らへん。はい、そこら辺に地底都市みたいなやつ、要はもう一個地球があるっていうことって感じですよ。地球の中にもう一個地球、はい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 、まあ簡単な言葉で言ったら地底都市みたいな話になってくるんだけど、はいはい、もう一個地球があったとして、そこにはその我々よりも、まあ、高度じゃないけども技術的にはもう少し発達した知的生命体みたいな地球がもう一個中にあったとしようや、はい、ああはいはいはい、だその文明からしたら私たちって宇宙人やんな。まあ宇宙人というよりかは、まあ、確かに同じ地球人っていうのは確かになってのは、まあまあね、そのもう一つの平行世界っていうのは仮にあるとしてるのであれば、平行世界がというふうに認めるのであれば地球人でもあるし、認めないのであれば別世界の住人だよね。だから宇宙人別世界の異次元の人間だよねっていう解釈になるのかな。じゃ同じ地球人って解釈にしない可能性も高いなってのは個人的に思っちゃいますけど。でね、宇宙って結構ね、大災害的なやつを繰り返してるんですよ。はい、これ大災害って何ていうの、はい、惑星っていうかな、バラバラになって飛んできてぶつかって爆発して大変だみたいなって、はい、恐竜もおらんようになったりしたわけでしょ。はいはい。というのが宇宙の中ではもうどの星もこう、あちょこちょぶつかって爆発してってなって、粉々になってチリチリになってって繰り返してるわけでしょ。はい。でね、種の保存ですよ、生命のね、うんうん、知的生命体の種、うん、あれねの保存、うん、私たち丸裸みたいな地球の上にいるみたいなやつじゃないですか。はい。でこの種の保存をこう続けてきたもっと優れたっていうか、もっと先行った知的生命体は多分ね、僕地底の中っていうか中におると思うな、地底に。うん、何言ってんだよこの人みたいな。簡単になんとなく分かるんですよ、はい、表におるとなんか飛んできてぶつかったら全部死んじゃいますねやから、はい、もっと中にいましょうみたいな。あ、でもさ、それって中にいましょうってのは僕らがの分身がいる感じなんですか、それとも僕のもう一人の自分がいるってことですか。これね、私たちの人類っていうか生命、地球人を、まあ、作ったじゃないけども、作った人はまた別によって、この地球人をその管理、見守るみたいな人たち、うんうん、そういう生命体、うん、そういう人たちがだん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 こう、地底の中に潜っていきましたみたいな。うん、そんなに話すのが全然わからんようになってきた。地下に入ることによって、その比較と何のつながりがあります？相対比較？そう、相対比較と。外によっちゃ危ないから、中の方が安全よね。災害から身を守るには。ああ、なるほどね。そういうのであれば、人間で日常生活をやっていく中で、まあ、すごい障害というか、まあ、被害というか、心に対する攻撃もすごく多いし、それに対して耐えられない人もやっぱり多いなっていうふうには思っています。で、その中で自分の奥底にあるというか、まあ、地形っていうか、地球全体でいう、まっちゃんが提唱しているような地下のところに逃げ込んでおいた方が、何があったとしても、ちゃんとフィルターがかかるから楽だよねっていうのはすごく感じます、そこら辺。だから結局は、いや、俺は嫌やけど、そんなとこ行くの。今俺は嫌や。嫌だからどうするんですか、まっちゃんは。俺は嫌だわ、そんな、なんかもう、あの災害やったら、やな天災地変みたいなやつでもうどうしようもない攻撃だったら、もうあっさりと、はい、あの天に召しますみたいな。なるほど。もうその辺は往生際はええんだよ、もうね。なるほど、嫌なんですね。まあね、でもまあなんていうんかな、その今日はまあ相対比較の話ってまとまってんのかまとまってへんのかちょっとよくわからない話になっていきたいけど、いやこの宇宙人の話の前の時はまとまってましたよ、ちゃんと宇宙人の話になってからちょっとずれちゃったけど
相対性格だからマイナスのことを見るんじゃなくて、結局自分の方の目線から見ろって話ですよね。まあまあ端的に言うと、まあ外界に振り回されないとかな。そうそう、だから外に振り回されるなと、抹茶なら聞いて即時否定しようと思ったのは、相手を見てそうならないと思うことが大事。要は、例えば僕がまっちゃんと比較したときに、まっちゃんにもやっぱりすごくいいところもあるし、そういったところで羨ましいなって思うんじゃなくて、そうならない方がいいんだなって、自分はそうならないよっていうふうに決めた方が楽っていうのはすごく感じました。そうよね。で、うん、とか、あと、その、例えば、言い方悪いけど、ブサイクな人が美人な人を見て、いいよな、羨ましいよねって思うよりは、うん、私がいるからあなたは美人でおれるのよ、みたいな。私が引き立て役なのよ、みたいな。そうそう、結局、その、まあ、テレビでもそうですし、芸能界でもそうですし、普通の日常の生活においてもそうですけど、やっぱり、その、これこそほら、経営者と社員とのつながりも結局そうじゃないですか。経営者がなんでそう目指すというか、引き立つっていうのは、ちゃんと下で働いてる社員もいるからもあるし、で、その、それが2つあるからこそ会社だって成り立つわけだしっていうのは、そんな感じですよね、イメージ的にはね。そうそうそう、何事もそうですよ。だから結局何事もそう全部なんだけど、ついついそういうふうな意識を忘れてしまって比較をしてしまう人が多いなってのはすごく思いますよ。うん、だからプラスがなければマイナスも成り立ちません。そう。だから要はその概念を分かっている中で、それを、ね、自分の中でそう気づいてるんだったら全然違うけどねって感じですよね。北がなければ南ってなりませんからみたいな。うん、そう。だから結局その概念は本当に今日のこの、ね、まっちゃんとの話では学べることだったから、すごくそこは皆さんに役に立ったんじゃないですかね。あとはもうちょっと上に行っていくと、宇宙の、なぜ宇宙の話が出たのかっていうのは分かるようになってくると思います。あそこはよく言う、でもまっちゃんが言ってる本質だとは思ってるので、結局宇宙全体から見ると、地球なんてちっぽけだし、そのちっぽけな人間が僕らみたいな本当に小さい人間っていう存在だっていうことは、うん、やっぱりその絶対全体像を見ると大事だよなっていうのは感じますね。はい。うん、でももっとさっきも言ったけど、もっと全体見ると、はい。愛ちゃんの中に宇宙はあんねんで。ああ、だからそうです。だから またさらにそこに宇宙がある。ということは宇宙と愛ちゃんどっちが大きいんでしょうかみたいな話になって。ああ、そうすると僕の方が大きいでしょうね。ジャイアンと愛ちゃんみたいな。ジャイアンと愛ちゃんになっちゃいますね。そういうことですよね。だ結局、だから、ものはやっぱり考え方次第ですよね。思考次第だと思いますよ、本当に。考え方だったりとか、思考だったりとか、そのやり方次第で、ものの見え方っていうのは180度変わるんだなってのはすごく感じます。そういうことなんですよ。今日の話の結論なんですけど。そうですよね。だから、愛ちゃんの中に宇宙があるんやったら、はいはい、俺が宇宙をコントロールするぜ、みたいな。はい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 。感じ？そうですね。だから結局木星さんも火星さんも俺の言うこと聞くんだよみたいな。うん、うまく整理できましたわ。よかったよかった。これぐらいがええんすよ。もうね、最初整理できるかなって心配だったからできましたね。よかった。宇宙は俺の中に全てありますと。はいはい。宇宙をコントロールしてるのは私ですみたいな。いや、その考えは本当にすっきりします。だから、だいぶみんな楽になると思いますから、早くこの動画シェアしてねって話ですよね。見てください。これ、なぜそういうことになるかっていう理由、最後に言いきますよ。はい、どうぞ。見たことがないんで、で、宇宙全体見ることもできないじゃないですか。ああ、僕らがね。はい。うん。じゃあ、目で見れないんであれば、心の目で見て、そうなのねと思ってれば、そうなのねみたいな感じです。そうですね、全くその通りです。これはね、妄想とはちょっと違うんですよ。妄想っていうのはね、どちらかというとね、妄想っていう言葉ってね、どちらかというとね、欲望みたいな、はい、欲望系が入ってる、妄想って。願望っていうかな、願望系が入ってるんですよ。でも面白いですよ。これ今のは願望が入ってないんで、はい、真理そのものだっていう感じなんですよね。はい、原理原則ですね。うん、はい。だからまあ皆さんそんな感じで、宇宙は俺だ、宇宙は私だみたいな。最後はでっかい面白いことになりました。はい。もう一個理由用か。どうぞ、お願いします。私たちの、はい、まあ、意識、魂は永遠に続くっていうのはこっちを言っておいて、もし意識、魂が永遠に続かないとしましょうよ、死んだら。はい。要はパソコンで言うたら、私たち死んだらシャットダウン状態になるとしましょうよ。はいはいはい。その時点で宇宙も消えるってわかる？ああ、はい、そうですね。休まるからね。自分に意識がなければ宇宙もクソもあったもんじゃないみたいな話。うんうん、わかる？わかります。はい。ということは自分の中に宇宙があるっていう解釈でいいんですよ。はい、そうですね。
面白いでしょこれ。あの面白すぎて逆に脳の処理が追いつかないのが正直ですけど。あ、多分そこはもうシャワーが足りないんでしょうね。今日はちょっとコメントくれへんかな。いやー、怖いですよ、話の内容が。あなた頭おかしなったんですかってコメントいただく。いや、頭はね、おかしくないんです。真理なんですよ、これが。エヴァンゲリオンでいう真理なんですけど、まあ、これがもう最終的な答えなんですけど、ただ、それを追いつく人っていうのは、その人の その力量にもよるので、ぜひこの動画を何度も見て、おかしいなってやったと思っていますけど、ぜひマスターしていただければと思いますという感じで締めたいと思います。今日はちょっとおふざけ系でしたけど、まあそんな感じで、まあ、難しいですよ、意外と奥が深いな。でも比較っていうのはこんな奥が深いんだなっていうのは思いましたよ。たかだか比較って言っても、わあ、もうここまでね、奥深いんだなっていうのが思いました。まあ、比較はしないけど、なんかむちゃくちゃな話になったけど、今日はまあ、すいません、皆さん、どうでもいい話で申し訳なかったです。じゃあ、コメントお待ちしてます。はい、ありがとうございました。はい。今日は僕のお味噌ちょっと疲れたんで、この辺でさよなら。はい、さよなら。